バレンシアのトップチームフリーシーズンの日程を消化している韓国出身イガンインが3試合連続の出場を果たした。イガンインは2日、エーレスターのキングパワースタジアムで行われたレスターシティとの親善試合で、19分間ピッチに立った。ベンチスタートだったイガンインは後半に16分、11の状況でジョフレイコンドグビアと交代し、 左サイドの MF として活躍した。これによりイガンインは先月25日のローザンヌスポルト戦を皮切りに、アイントホーフェン戦とフリーシーズン3試合連続の出場を記録し、印象を残した。バレンシアは公式サイトのメインをイガンインの写真で飾り、彼への期待感を示した。なお、この日の試合は11の引き分けに終わった。 バレンシアは4日、エバートンとの親善試合を行う。